17時29分、予定より20分早く GTO がピットに滑り込む。タイヤ交換を済ませ、中谷がコックピットの大井に指示を出すが、油圧低下の対策としてエンジンオイルの補充に手間取る。結局、ピットストップはおよそ4分。このビハインドを背負って大井が再びコースへと戻る。デフがまた トラブってきて、良くないですね、あんまり。エンジンオイルの方は心配してたんだけど、まあ、分量足してなんとか思ってるんで、ちょっとデフがまた富士に続いて音が出てきて。しかし、大いに変わった GPO は、デフのトラブルだけとは思えないスローペースで走行。1気筒死んだみたい。死んだ。撮影スタッフが中谷選手のインタビューを取り終える間もなく、 GTO は再びピットへと向かう。ドライバー交代からおよそ12分、大井のレースは実習で終わった。